青山オペレッタザステージ直前生配信スペシャル。はい、始まりましたよみんな。始まりましたね。やっと青山オペレッタザステージ直前生配信スペシャル、本日進行を務めさせていただきます福士信樹です。よろしくお願いします。よいしょ、そういうことか。あんまり MC やんないんだけど、はい、まあお手柔らかに。やっ、はい、本日の生配信スペシャル、素敵なメンバー5人で、お届けしていきたいと思いますので、早速メンバー紹介から、参りましょう。はい、はい、キャラクターの一言でお願いします。はい、それではまずこの方。ファルちゃんのためなら何だってやります。北岡直美役、岸洋介です。よろしくお願いします。 YouTube コメントしてます。どーんってコメントしました今。どーんってね。やっていきましょう、やっていきましょう。てめえらマジでやんなきゃぶっ飛ばす。八田清彦役の堀海人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、うるせえ、完璧にやってれば文句ねえだろ。マトリュー役、岩崎優雅です。よろしくお願いします。かっこいい。今すぐダブルチョコモカクリームマシマシ飲まないと鈴死んじゃう。鈴口豪健役の宮崎優です。よろしくお願いします。豪健買ってあげる、買ってあげる。豪健、俺がちゃんと面倒見てやらないとな。まさとめ総一郎役の福士信樹です。よろしくお願いします。ストップスター。なんかあれだね、このキャラのこの何、このこれを言うの恥ずかしいね。確かにね。まあ、そういうもんですよな。じゃあもう今夜は、いよいよ来週5月4日に初日が迫った舞台、青山オペレッタザステージ、ファルチェインベルソ逆さの三日月の魅力をお届けする放送となっております。はい、すでにチケットをお持ちでいてくれる方に、たくさんの感謝の愛を届けながら、もしかしてだけどまだお持ちでない、そんなあなたに舞台見に来てねっていう念を送りながら生配信お届けしていきたいと思います。はい、よかった。はい、ちなみに視聴者の皆さんはチケットはすでにゲットしてくれてますよね。してますよね。してますよね。してますよね。ありがたいことに。してますよね。こちらでね、お手元のコメント見れますからね。そうだね。お手元に。iPad に。まだまだいいんだよ。よし、いいですから。おー、すごい。すごい。コメントしなくていいの。おー。コメント結構いただいてる。おー、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。まあそんなね、チケットをまだお持ちでないというそこのあなた、早速刺激したいと思います。ゆうが。刺激。はい。舞台見に来てねっていう念を送ってください。全力で。全力で。いやす。まだチケット持ってないの？しょうがないな。みんなのかっこいいところ見逃しちゃうぞ。かわいい。かわいいよ。舞台来てね。ありがとうございます。感じちゃった。ごめんね、ごめんね、わざわざ振っちゃったからごめんね。皆さんどうでしたか？僕の方が強いね、遅れるっていう人。これね、いるんですよ。あ、いるの。僕がね、実はね、年送るの得意なんですよ。結構小6から送り続けてる。年力者ってこと？そうですね。年能力持ってるからね。年能力持ってるので。やっちゃおう。いいですか？失礼します。皆様、こんばんは、堀海人です。あら、そう。あ、はい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 。あ、まだチケット買ってない。あ。はい、それでは。ありがとうございました。なんだこの。ギリ放送事故で出したね。はい、チケットは、一般のチケットはただいま発売中でございます。はい、詳しくは公式サイトを、これですね、ご確認ください。はい、5月4日から8日まで。渋谷区文化総合センター桜ホールで、僕たち待っておりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今夜は、青山オペレッタの魅力、裏話、今日だけの特別ストーリー、その他もろもろ、君のためだけに送ります。はい、最後までゆっくりお付き合いお願いしたいと思います。はいはい、はい、では早速コーナーに参りますよ。はい、じゃあ奈々ちゃん、はい、タイトルコールお願いします。わかりました。知ってよ、青山オペレッタ。
おー、いい、いい声、イケボ、ありがとうございます。いい、なんかいいね、なんかリバーブかかってたの、リバーブがちゃんとかかってエゴがね、はい、すでに知ってる人にもそうじゃない人にも、青山オペレッタとはどんなコンテンツなのか、どんな世界観なのか、触れるとどんな幸せが待っているのかなど、青山オペレッタのすべてをオペレッタするコーナーでございます。それがこの知ってよ青山オペレッタです。本日はまずその世界観について説明いたしましょう。はい、はい、青山オペレッタ、東京青山に存在する未婚の若い男性だけで構成された歌劇団。その歴史は古く、100年以上に及ぶ由緒ある歌劇団で、その成り立ちから女性役も男性が演じるのが特色。青山オペレッタにはノーバ、フィエナ、ファルチェ、メッツァの4つのチームがあり、第1弾ではノーバ、第2弾ではフィエナ、そして今回描かれる舞台は僕たちチームファルチェのストーリーとなっています。はい、舞台は3部構成となっており、1部はドラマパート、2部は劇中劇パート、3部はレビューショーと、1つの舞台で3度楽しめる舞台構成になっております。今回はノーバチームのレビューショーを見てみましょう。奪われかけた僕の未来の色、囚われてたのさ、まるで幻だね。悲しきアリア、惑わせるわベネラ、迷い込んだ楽園、今宵咲き乱れる、そうさ、ゲラウゲラウゲラウ、果たして僕らファルチェにはこの先どんな物語が待っているのか。気になるよね、気になっちゃうよね。その全ては5月4日水曜から8日日曜までの渋谷区文化総合センター桜ホールで明らかに。だから君も舞台を見に渋谷おいでよ。かわいい。行く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 、渋谷行くよ。かわいい、かわいい、なんかいいね、なんかかわいいね。あそこからありがとうございました。まずは青山オペレッタの世界観、朗読スタイルで、はい、お届けしましたけど、どうでした今のレビュー。あ、え、え、え、あ、一個飛んじゃってますね。あ、一個飛んじゃってます先輩、びっくりしました先輩。ドブ君の天然が発揮され、はい、始める。どこ飛んだ、今4ページですよね、はい、今4ページ、え、5ページってよ今、あれ、今、ちょっとあれ振り返りますか今の V を。そうですね、はい、歴史が始まった瞬間ですからね。これ今終わったよね、5でしょ、はい、まあでもね、こう朗読で今振り返りましたけど、で、こう、はい、あの、うんうん、ノーマのね、あの、うん、レビューショーとか見たじゃないですか、うんうん、どうでしたか見てみて。僕らも見るのね、実際あんまりいないじゃないですか。そうなんだよ、うん、そうだよね、うん、でさ、今さ、鏡見れてないからね。そう、鏡さんとさゆさんはさ、一緒にやってるからね。そう、だからなんかね、こうやってなんか歌って踊ってる鏡さんとさゆを見れるのは面白いですね。面白い、ちょっとなんかすごい、なんかちょっと変な気分になったよね。変な気分、変な気分、ちょっと恥ずかしくないです。でも第1弾だからね、あれが、あれから、あれが、これがあったから今第3弾があるからね。はい、
いやなんか早くレビュー賞をやりたいですね。やりたいって思いました。あれキラ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 なりたいです ね, だね。あと1週間後ぐらいにできるよ。そうなんですね。そう1週間後だよ。ほんま待って1週間後ですよ。もう1週間後ちょっとね、うん、頑張ろう。もう頑張りますね。頑張ります。頑張ろう。頑張るしかないからね、やるしかないんだよ、うん、そう頑張ろう。何があっても幕開くからね。はい、頑張ろう。はい、はい、そんな青山オペレッタですが、はい、その概要を一言で言うと MMEC なんですが、はい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 、カイト、はい、これをちなみにちょっと難しいかもしれないんだけど、はい、面白く間違えるとどうなるかな。面白く間違えると、これは難しい。これ難しいですね。MMEC ですよね。 MMEC、うん、うん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 、あ見えました。見えた。見えました。うん、カンニングしていいのね。まあ、MMEC、 まず MMEC の M、これマジで、マジで、はい、よで MMEC の M、 これ2つ目の M ですね、うん、宮崎優くんが、お、あ、なるほどね、はい、そこまで行くんだ。マジで宮崎優くんが MMEC の E、うん、E、 わかる、あ、E、 E、 グッドね、グッドね、うん、E、 で MMEC の C、 声、じゃあ超えになっちゃうんだわ。K じゃないんだわ。宮崎、マジで宮崎優くんがいい超え。いい超えになっちゃう。いい超え。どの辺やねん、超え。いい超え。これでも面白いね。いい超え。いい超え。いい超え。超え。危ねえ。気をつけ食いなかったらいいな。汗汗汗汗。危ねえ。MMEC についてじゃあ紹介お願いします。はい。かしこまりました。MMEC、それはメディアミックス演劇コンテンツでございます、はい、2次元と3次元がクロスする新しい形のメディアミックス演劇コンテンツ、舞台だけでなく CD、ラジオ、コミックス、YouTube でのビジュアルボイスドラマ無料配信などなど様々なコンテンツを展開しておりますと。でね、こちらですね、はい、CD、はい、例えばみんなが手に持っている CD は音声ドラマが収録されております。チームソング&ドラマ CD ボリューム1からボリューム4、ピエナチームソング&ドラマ CD ボリューム1、ボリューム2などがこれまでに発売されておりますと、はい、そして舞台としてはこれまでにノーバ編とピエナ編が上映されました。はい、ノブ君演じる正智はですね、はい、ピエナ編に登場したと。そうですね、はい、登場しましたね。した第2弾で初めて、うん、正智総一郎は出ましたけど、うん、はい、今回こうなんだろうな、前回のピエナ編 の、うん、出て、うん、まあ、第3弾でこうファルチェがメインでこうやらせていただくにあたって、うん、なんだろうな、すごくこんな大変なことをみんなやってたんだなって、あ、あ、前回はじゃあ歌ったりしてなかった。前回はそう、大事なところに出てきてなんかこうアドバイスをしたりなんかちょっかい出すぐらいの役だったんですけど、なるほどね。いや皆さんこういうことをやってたんだなっていうのを今身に染みてます。まあリーダーだからね、まとめないといけないから、うん、はい、まとめられてるかわかんないけど、まあ4人がついてきてくれるんで、まあ、いや、まあ、ちょっと今僕らがここら辺がちょっと濁っちゃうの先に言うんだけど、マジで大変なんだよね。いや、マジで大変だから、なんかいけるっしょみたいなテンション慣れてないだけなんだけど、今からいけるっしょテンションになろう。せーの、はい、来ました。いけるいける、いや、マジでいける、いける。だって俺らすごいじゃん。うん、まあ、すごいよね。俺らすごいから、うん、だって俺なんつったってファルチェですから。そう、いや、間違いない、うん、間違いない。俺たちファルチェだから、ファルチェですから。てな感じでみんな、うん、MMEC 分かってくれたかな。うん、はい、分かってくれた。はい、はい、以上、知ってよ青山オペレッタのコーナーでした。CM の後は、僕たちファルチェについて深掘りします、うん、お楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。あの日見た夢の形、君はまだ覚えてる。思い描いた道、掴めないとしても忘れないで、いつだって一人きりじゃないんだ。辛い時には瞳閉じてもいい、思い切り
ここで速報が入りました。現場のナノさん、よろしくお願いします。あ、大胆な振り方、はい、そうですね、先ほど あの台本ミスか否かみたいなところはミスじゃなかったさ、朗読のね、俺たちに聞こえない声が皆様に聞こえてたね。そうだね、そうだね、岩井とかごっちゃになったのが今ガッチャンコしましたね。間違い俺じゃないからね、ごめんなさい、大変失礼いたしました。こういうのすぐ俺が間違えたと思われちゃうから、 YouTube に危ねー、こういうの基本俺が間違えたって思われちゃうんだから、正しく進んでました。分かんなかった、間違えたのかなと思って、はい、ここからはより詳しくカルチェ編について深掘りします。こちらのコーナーに参りましょう。ゆう、タイトルコールお願いします。はい、ファルチェのことをもっと知ってよ、ファルチェ徹底深掘りとことん大解剖。このコーナーでは、僕らのファルチェについて、大解剖していきます。はい、ではキャラクターについて順番に見ていきましょう。まずは陽介、お願いします。はい、私岸陽介が演じさせていただきます北岡直澄についてご紹介します。はい、はいはい、この人です。お、北岡直澄、体育会系熱血ピュアボーイのマルテでございます。はい、で、はい、見たことない方、まだ青山オペレッタあんま知らないよっていう方いらっしゃると思うんですが、マルテとベネラというものがございましてね、はい、マルテは男役、はい、ベネラは、まあ、女性役という感じで、はい、この人はマルテでございます。はい、ファルチェを象徴するような力強さを持つ北岡直澄です。困ってる人を放っておけないで、常に自分のことよりも人を優先すると。はい、優しいね。そう、純粋で実直な性格で人望があって、うん、次期トップスターを期待される一人でございます。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。どうですか、北岡直澄演じて、まあ、今絶賛稽古中ですけど、はいはいはい、どうですか演じて。あのね、ビジュアル撮影の時にね、うん、僕ね、単発にしたことがあんまなかったので、じゃあ、はいはいはい、新鮮だった。すごい新鮮だったんですよ。あ、前髪ないとこんなに視界って開けるんだな。なるほどね。ありつつ、でもやっぱその男らしさっていうのをちゃんと出せるように、うん、頑張りたいななんていうふうに思っております。はい、はい、続いて、カイト、うん、お願いします。はい、僕堀海人が演じる八田清彦についてご紹介します。八田清彦、大体の不時な元ヤンマルテでございます。うん、直樹の同失礼しました直澄の同期で親友であります。2人とも熱血でまっすぐだが、純粋な直澄とは対照的に世間ずれはしている。直澄と同じく次期トップスターを期待されるマルテとなっています。はい、八田清彦、じゃあ海人は演じてみてどうでしたか。そうです、演じてみてっていうのがあれだけど、まあ、今ね、稽古中だから、ね、稽古やってみてって感じですよね。なんかこう、でも思うのは、見た目がこうすごいなんかヤンキーというか、元ヤンマルテって書いてるからね、はい、なんですけど、すごいまっすぐなんですよ。うん、熱い男っぽいよね、うん、なんか見た目的にね。そう、だから熱くてこうまっすぐな部分っていうのは、まあ、まっすぐかな、特に、あ、僕に似てるなっていうのは感じますね。どこがや、うんうんうん、どこがやっても、じゃあまっすぐだと僕まっすぐでしかないですね。共感してんだじゃん、ね、我々親友だからね。そうなんですよ。うん、はい、でもさ、陽介と海人、年意外と離れてる。離れてるんだよ。僕、今年23の年ですね。今年3でしょ、私29だから6個離れてる。小学校かぶんないんだね。そうじゃん、かぶってないんだ。あらららすごい、稽古場でもなんか仲良くしてるから。そうですね、毎回稽古場、俺今、行き帰り、俺運転させられてる。おい前日に使うなよ。前日の夜に。よすけ君、明日もいいっすか。でもあれ、甘えられ、甘えて嬉しいんでしょ。好きなの。いい感じね。いいね。はい、次は、ゆう、お願いします。はい、はい、マトリユー、ビジネスライクなクールビューティー、ベネラです。ベネラは女役という意味です。はい。はい、女役ですね。はい、で、ユウは、熱血で情に熱い人間が多いファルチェの中で、演劇は仕事と割り切ってる、なんかドライですけどプロとしての意識は高い、はい、与えられた役は完璧にこなす仕事人です。細身で美人な 見た目に反し、信念や言動はとても男らしい、はい、です。はい、そんなマトリユウ、まあ、今やってますけどね、稽古、はい、どうですか、難しい。難しいです。なんかそのクールですけど、うん、中に秘めてる熱いものをなんか、うん、どうやって爆発というか、うん、させるかっていうのが難しいなと思いつつ、これは何、ユウとしては似てるの、性格っていうか自分と。どうですか、逆に見てみて。
逆に似てます。気質も聞き返すタイプね。はい、まあでもクールビューティーのビューティーはね特にやっぱ美しいですからね、うん、本当それ、うん、本当に綺麗だなと思います。めっちゃ綺麗だなって思ったやったよかったね褒められて、続いてじゃあ奈々ちゃんはいはいはい、私が演じさせていただきます鈴口豪健、天下無双のあざとい系男の子ベネラになります。男子校乗りのファルチェにおいてアイドル的存在、可愛いとチヤホヤされるのが大好き、常に自分が一番でないと気が済まないのでベネラは全員敵視しているが強い人にはこびる、名前で呼ばれるのが嫌いということです。鈴口豪健を演じてみてじゃあどうだった？いやそうですね、結構そのビジュアルとかその性格のこじれ方とかもなかなか突き抜けてる部分ではあるんですけど、結構そのやっぱその人に噛みつくのって自分に自信がないとできないことだったりするじゃないですか。なんか結構芯にあるものはなんかすごい真っ当な上に行きたいっていう理由なところが結構とこあるんで、はい、豪健だもん。そうですね、名前一番豪健とこのさっきのあのキャラクターが一致しないそうですね、それもすごい面白いけど名前が一番好きなんですけど、彼は名前が一番トラウマみたいで呼ばれたくないんだね。そうですね、いい名前してんのになって言ってあげたいんですね。奈々ちゃん的には豪健の名前好きなの？いや、めっちゃかっこよくないですか？かっこよくない？かっこいい、強いよね、なんか三髄のね、男って感じしますよね、豪健。あー、カンとか言ってね、カンとかね、確かに確かに豪健びっくりした、三髄の男ってカンって言ってよ、最初から最初に何か何だっけと思って頭の回転早いです。危ねえで、最後に、私、福忍樹が演じる雅留宗一郎について、紹介します。ワイルドなパワー系トップスター、ファルチェのトップスターであり、ダンスとアクションを得意としております、アクティブでエネルギッシュな舞台を得意とするファルチェにおいて群を抜いて高いパフォーマンスを発揮し、兄貴肌で、面倒見が良くチーム内の結束力も高いです。お、はい、どうですかノブ君は、あのワイルドなパワー系トップスター、これは、まあ、前回も自分出させてもらってて、うん、この似てる性格とかあるっていう話をした時に、似てるところがなんだろうね、その結局リーダーじゃん、うん、はい、でも見た感じ分かると思うけどリーダーっぽくないじゃん俺。そんなことないですよ、そんなことないですよ、ちょっと間があったよね今そんなことない、若干うがあったよね、うん、でもだからこれは雅留の性格は俺好きなの、すごく男らしいし、うんうんうん、熱いやつだと思うか、まあファルチェだからね、男らしさは出してるけど、うん、似てるところってなんだろう、でも熱いところはでも自分の性格的に負けず嫌いだから、うん、多分燃えやすい俺は。あ、群を抜いて高いパフォーマンスってのは間違いないですよ。いや、間違いないです ね、 間違いないですね。もうダンス、ほんいや本当にね、ダンス、どれだけ助けられてるか、そんなわけないよね、まあ、なんかちゃん、いや、本当にノブ君いなかったらこのチーム、やばかったんですよ。いや、画面から出ちゃってんだよ頼むな、いい顔が本当に。でも本当にノブ君のにしかできない引っ張り方をしてもらってる、ね、それが多分ファルチェの色になってるし、合ってますか、このやり方。合ってます、背中で語るみたいな。はい、答え出しましょう、本番で。そうだね、はい、もちろんね、それしかないね。それしかないですよ。めっちゃ豪健気合入ってるわ。いいよ、いいよ、豪健が違うわ、豪健マジで、はい、はい、それでは、舞台ビジュアルも紹介していきましょう、はい、まずはこちらです。おお、かっこいいじゃん、よすけ。はい、これね、私あの撮影時に、はい、あのオファーいただいた時とかに、そのね、うん、お仕事やるってなった時にこれを、あの何、体重とか身長とかもちょっとこう、あ、俺まるっきり一緒だったんですよ。そうなんだ、すごいね、まるっきり一緒だと思って、はい、行って撮影したらすごくなんかこう自分の中でしっくりきたんですよね、だいぶね。そうで、その時に撮影時に、あの胸筋いっぱい鍛えておいてくださいって、はあ、言われたんだ。だから俺ずっと腕立てしてるんですよ。そうやってるよね、やってますね。だからそれがね、あのちゃんと本番で皆さんにこう発揮されてるのかこう見てもらえたら嬉しいななんていうふうに思ってます、ね、はい。続いてはこちら。はい、かっこいい、かっこいい、キヨヒコですね、元ヤンだね。なんか僕、まあ見てわかると思うんですけど、あのヤンキーのかけらもないわけなんですよ。うん、なんとも言えないな、そこちょっとかじってそうだけど、なんかわかんない。いや、本当になくて、そのヤンキーがね、やっぱこう馴染みがなさすぎて、でも逆にこう、
馴染みないからこそなんかイメージしやすいというか、なんか僕結構役を演じるときに自分とは遠い役を演じるときの方がやりやすかったりするんですよ、うん、あ似てる方が やりづらいんだ。そうなんですよ。だからこうなんか一番ね難しいのは自分演じることってよく言うじゃないですか。あまあそれ言うね、はい、だからこう自分とねこう遠ければ遠いほどなんか演じやすさはあるんですけど、だからこれはすごいイメージしやすくて、うん、俺プチ情報あるよこれ。なんすか。え、プチ情報。ビジュアル撮影の時、うん、カイトこう美獣自分で見て、はい、ずっと鏡見ながら美獣いい、あ言ってた。ずっと言ってたってメイクさんからいただいてます。でもそれはじゃメイクさんがねかっこよくしてくださったから、うん、どんな感じだったの。え、なんか、うん、ちょっと俺これで帰ろうかなって。あ、なに、垂れ込みは嫌だね。いや、メイクさんから帰ろうかな。もうね、それくらいなんかこうね、でも自信あるね、うん、かっこよくしていただきました、ね、かっこいいからね。はい、うん、ありがたいことに。いや、マジで美獣がいい。ね、続いてはこちら。はい、おー、ゆうだね。かっこいい。かっこいいですか。青の髪したことある。いや、初めてでした。めっちゃ似合うよ。似合うよね。本当ですか。似合うよね。確かになんかそのこの撮影中にその絵だけ出てたじゃないですか、ファルチェのメンバー、うんうんうん、まんまだねってめっちゃ、うん、おー、いいじゃんいいじゃん、それすごい。もうそれがめっちゃ嬉しくて、なんかしかもそのセリフとかちょっとさっきも読ませていただいたんですけど、うん、ちょっと出てるじゃないですか。なんかセリフもその言いやすいというか、なんか自分もこんなこと言うなみたいなことが多くて、なんかめっちゃ親近感最初からめっちゃありまくりな感じです。じゃあ演じやすい。まあ演じやすいっちゃ演じやすいですね。はい。いや素敵ですよ。とっても素敵ですね。似合いすぎ。ありがとうございます。続いてこちら。かわいい。これやばいんだよな。これちょっとずるいですよね。これね、すごいよね。おみ足をさ、もう、うん、でもあれなんだね、こう髪の色を変わるの、奈々ちゃんだけだよね。あれ、みんな変わってないね、髪の色。そうです、ね、デビューで、そうです、ね、え、みんな気づいてなかったの。確かに気づかなかった。え、そうだね、うん、変わるんだ。気づいてた。チェンジとだ。チェンジするんだ、はい、色が変わる。かっけえ。はい、これは何、舞台上染めるってことでいいですか。ただそれがスプレーかな。スプレーで。やめて、なんかリアルだから。でもそうですね、ニーハイソックスやっぱ大変ですね。女性の皆さんはあの締め付けに耐えて、いや、そうだよ、あの、ね、かわいさだったり可憐さを表現してるんだなっていうのがひしひしと伝わる、うん、足出すのは今回初めて。人生でですか。あ、こういう、まあ、役として。人生でもいいけど。あ、こう、いや、いや、でももう結構出しちゃってるっす。出しちゃってるっす。でもすごい綺麗だよね、足が。ありがとうございます。なおちゃん面白すぎる。いやいや、面白い。出しちゃってんだもんね。はい、でもあのスースーする感じ。自慢の足だもん。悪くない。悪くないね。え、でもどうだった、ユウが。え、ドレスとか着たの初めて。初めてでした。そうだよね。いや、もう本当にそのヒールとかこれで皆さん歩いてるんだって感じでした。そうだよね、うん、初めてヒールも履かせていただいたんで、うんうん、女性の苦労を身に染みて。身に染みましたよね、うん、あの寸分だけでもきついもんね。きつかったです。すごいよね。はい、リスペクトするよ、ね、なんかメイクとかも。女性の悩みが分かったか。分かりました。分かったか。分かったか。分かったか。俺女性じゃないけど分かったのか。ベネラすごいね。いや、すごいですね。これ演じるのが、ね、大変だと思うけどね、うん、じゃあ最後は私かな。ですね。はい、あ、はい、似合いすぎんだよな、ちょっとな。いや、似合っちゃうんだよね。似合っちゃってるんだよ。似合っちゃうんだよな。しっくり。かっこいいね、これ。だってこれで過ごしてるでしょ、普段。過ごしてねえけど。髪色まますもんね。この髪色はなかなかな。だよ。まあ、あの、すごい鮮やかな色なんだけど、うん、この髪色にしたいけど、すぐ多分俺1週間で落ちちゃう。確かに、あ、確かに難しそうですね、こう持たせるのが。王子様衣装で、もし仮にノブ君と遊びますってなった時にこれできたら3秒間は止まるかもしれないけど、うん、受け入れるかもしれない、ね、そう、成立してる。確かに成立してる。突っ込んでほしい、多分それは。多分俺はそれでやったら、まあ、いいかもってなるかもしれない。似合うっていうぐらい似合う、うん、本当にすごい。ノブ君は嬉しい。目力が本当に凄まじいから、違和感がないですよ。アニメよりにビジュアル成立させられる。確かに、確かに似合っちゃうんだよ ね似合っちゃうからね、すごいよ。ありがとうね、なんか、うん、けなしてほしかったけどね。いやいやいや、そんな。はい、じゃあそして今回の舞台のポスタービジュアル、こちら、はい、お
はい、こちらですね。華やか。神だね。うん、神々しい。背中からゴッゴッゴッこう入ってるからね、光が。うん、すごいよ。すごいな。素敵ですね。いや、こんなね、ドセンターでこんなポーズ決めていい、いいんですかって感じですよ。いいんですよ。まさとめだからですよ。まさとめだから。まさとめさんだから。そうだよね。でもこう見ると結構ファルチェって華やかですね。ね。ファルチェすごいいいチーム。バランスが。なんか俺が言うのもなんだけど、すごくいいチーム。本当いいチームですね。すごくいいチームだと思いますよ。あの他の先輩方、諸先輩方だって姉ちゃんとかね。いや確かになんか稽古を経てこうやってなんか改めて見るとなんかやっぱっサポートしてくれてたじゃないですか、なんか俺らが見れないところとか、わかるわかる、なんかこうやってなんか本当に稽古期間を経てみると、ね、エモいっすね。エモいっすね。確かにエモい。明日会えるからね。うん、なのちゃんねエモいっていう癖あんの。いや悪い現代人の悪い癖だね。なんでもかんでもエモいじゃねえっすよ。え、ちなみになのちゃん、はい、ちなみになんだけど分かんないけどエモいって何？あ、エモい。そもそもエモいってどういう時使う？じゃあ20秒だけエモいについて考えてみましょう。エモーショナルな感じ。あ、でもノスタルジック。あ、じゃあ最近、うん、最近ナノちゃんにエモいって言われた時言おうか、うん、あの稽古場出てコンビニ行こうとした時にちょっと春と夏の間の匂いするよねって言ったら、おエモいっす。それいたわ、いたわ。それっす、それっす、そんな感じっす。それっす、その感じっす。たとえエモい、ね、ベストオブたとえエモいです。ありがとう。たとえエモい、ありがとう、よかった。たとえエモい、よかったよかった、ありがとう。そういう時使うね、エモいはね。はい、エモいね。エモいでもちょっと古いんじゃない？もう時代は、そうなんすか、どうなんですか、大丈夫、多分2人が大丈夫だったら大丈夫だよ。全然使わない。カイトが一番若いんだもんね。そうだよ、そうですよ。なんかナノちゃん一番若いみたいになってるけど、いや、カイトらがね一番若い。そうですね。ナノちゃんと俺1個しか変わんないの、嘘でしょ。嘘でしょ。達者なんねと、やべえ。ナノちゃんめちゃくちゃ童顔だよね。うん、嘘でしょって言っちゃう。はい、何の話でしたっけ。はい、今なんだっけ、あ、ポスタービジュアルやった。ポスターの話ですね。素敵でしたな、はい、キャラクターの魅力が伝わったところで、次はどんなストーリーが展開されるのかについてこんなコーナーをご用意いたしました。うん、なのちゃん、はいはい、タイトルコールお願いしていい？はい、青山オペレッタザ・ステージファルチェインベルソ逆さの三日月ストーリーちょい出しトーク、イエーイイエーイ。はい、ここからは来週から僕らが演じる舞台のさらに深い部分について話していきましょう、はい、ということで、まずは今回の舞台のあらすじを、またナノちゃん、はい、説明させていただきます。アクティブでエネルギッシュな舞台が特色の肉体派チームファルチェ、トップスターであるマサトメを中心に結束力の強いファルチェにはマサトメの後継者と呼ばれる直澄と清彦という2人のマルテがいた。同期で親友同士の2人だが、演出家ヤギオの提案で2人は役をかけて争うことに。周囲を巻き込んだ役争いはやがて次期トップ争いへと様相を変えていき、直澄は次第に追い詰められていく。果たして僕らファルチェにはこの先どんな物語が待っているのか気になるよね。気になっちゃうよね。誰だ。そのすべては、5月4日水曜日から8日日曜までの渋谷区文化総合センター桜ホールで明らかに。だからこれだから君も舞台を見に渋谷おいでよ。はい、はい、いやなんかこのセリフ今2回目ですけど、なんかツッコミどころいろいろあるんだけどね。まずカイト誰なの。いやもうそれは僕がね、なんか自分の年齢のプラス40歳ぐらいでもなんかこうやっぱりさ、こう見てくださってる方々にこう気持ちを伝える時の僕のボイスです。ああなるほど。じゃあこれは鉄板のあれなんだ。いや初めてやりましたね。そうだろうね。そうだ、全然初めてやったんだね。初めましたね。なるほど。そしてここからはキャラクターたちの相関図を見てもらいましょう。はい、はい、わかりやすい。わかりやすい。すごいね、わかりやすい。これいいですね。あ、いいねこれ。星待ち受けました。まず、私、マサトメ総一郎がのから見ると、清彦、直澄に尊敬されてる。おぉ、尊敬されてるんですよ、俺。知ってますよ。知ってますよ。なんですよ。うん、なんか、まあ、次期トップスター、はい、あ、トップスター候補なわけで、はいはいはい、うん、争うの大変じゃない？
いや次第に追い詰められてますもんだって僕。そうですね、確かに、うん、何に追い詰められてるかだよね。だからそこはね、まあ、そうですよ。いろいろまあ悩みはそれぞれあると思いますが、うん、でもなんかエモい、それこそエモいなって思うのが、うん、ここ親友なんですよね。そうなんだよね。親友で争うっていうのが結構エモーショナルなのかなって僕は思ってるんですよ。そうだね。あれ年もタメなんだっけ。年も同い年です。タメで同郷ってことだもんね。そうですよ。これはすごいね。それ確かにエモいね。エモいですよ。それで争うの。だから2人の関係性とかもね、舞台でこう、うん、あらなんかこう描かれてるので、うん、そこも注目して見ていただきたいですね。見ていただけたら嬉しいよね、うんうん、はい。そして海人が演じる清彦、陽介が演じる直澄から見ると、はい、まあこれはお互いが同期親友、まあ、さっきとかそうだな、今ちょっとそれ話しちゃったな、はい、そうなんですよ、話しちゃったけど、これ話しちゃったね。そうだね。で、ベネラの2人から見ると、うんうん、まあマルテの3人が、まあ、先輩なわけです。先輩ですね。がね、はい、どう、そこ2人はバッチバチなの。いやー、でもいい…バチバチ…あ、もう…バチバチか、本人同士はバチバチではないですけどでも本当に役として本当にちゃんと投げてくれるからこう、行きやすいし、あ、いやでも、そうですね、そう、逆もありますね、自分も。ゆうさんがガーガツガツ来てくれるからみたいな。いや、そうだね。いや、いいっすよねすごい、でも本当に優雅が本当にマトリで、すごい役は2人は悠々コンビだからね。そうなんですよ、ややこしいんですよね、本当に。なんで最初ね、なんて呼んでいいから始まった時にね、うん、そうです、そうなんですよね、うん、ややこしかったんだよね。優さんですし、優雅ですし、役の名前優ですし、優が優優たくさんいるんですよね。確かにね、それがね、はい、はい、いや、なんか違う、いっぱいさ、多分カイトも俺もいっぱい本当は話したいんだけど、はい、どこまで何を話していいのか、確かに難しくて、もどかしいですね。難しくて、ね、そう、話しちゃいけないことももちろんあるから、そう、制限をしないといけないからね。そうだね、だぜひ見て、そうですね、欲しいですね、劇場でね、楽しみにしてほしいよね、はいはい、うん、じゃあね、それでは、視聴者の皆さんもこの5人の関係性についてこれが聞きたいみたいなことがあればぜひコメントでお願いします。はい、それはみんな全ベネラが集まるの見たいなって言ってるよ。おー、わー、いいですね。すごく思う。いやー、確かに1段、2段、3段でこうベネラがやってる方々がね、はいはい、集まって、うん、関係ない話していいですか。関係ない話、うん、コメントを募集してる間に、うんうん、みんながこの5人の中で違う誰かを演じる、うん、あ、なんかよくあるやつね。誰やりたいですか。いいね、この5人の中で演じたい。じゃあもうカイトはどれやりたい。僕ゴーケンですよ。あー、ゴーケンやってみたいですね。なんでなんでだろう。まあ、ナノ君がやってるゴーケンがめちゃくちゃ魅力的だかっていうのもあるんですけど、なんかこう、それこそ僕らはさ、男の子として生きてるわけじゃないですか、うん、こう見た目が女性チックな人間を演じるって絶対面白いなと思ってて、うん、確かに そこをやってみたいなと僕は思いますね。なるほどね。ゴーケン、ユウガは、でも僕はナオですかね。うわ、マジ。おー、はい、ナオマジで。なんか、うん、そのめちゃめちゃ優しいというか、うんうんうん、そのなんかザ・紳士みたいな感じじゃないですか、はい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 、で紳士やってみたくて。なるほどね。なんか紳士やってみたくて、まだ人生でやったことないので。人生紳士やってないから、紳士をやったことない、うん、そうだから紳士やってみたいです、僕。なるほどなるほど。ナノちゃんは。俺はヤギオさんですかね。五人の中で。あ、五人か。あ、そう。いやでも、マトリユウさんやりたい。あ、マトリ。いや、もう多分優雅が本当にかっこいいからっていうのもあると思うんですけど、なんかクールな感じの、なんかどっしり構えた役ってあんまりやったことないんで、すごい、本当かっこいい。そう思わせるぐらい本当にどっしりしてる。優雅の芝居が。でも確かにユウさんの優見たいっすもん、俺。いや、確かに見たいっすもんね。優の優ね。ノブ君は。俺誰なんだろうって言いながら、もうマサトメやりたくないんだね。いやいや、やりたいですよ。誰もマサトメはいないんだ。マサトメはもうみんなやりたいから、うん、もうそれはもちろん置いといて、うん、なんだそれ、背負うものが多すぎるから、そう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 、マサトメ。そうなんだそれ、うん、でも俺やりたいのはね、でも俺、そしたら俺ハッタかな。俺もハッタです。マジですか。でもね、わかんないけど、僕陽介くんとこういろいろね、お芝居の話でもするんですよ、うん、仲いいんですけど、絶対ハッタ好きだなと思ってました。絶対好き。陽介くん絶対ハッタ好き。いいじゃん、ハッタすごく。いいですよね。本当に。男としてみたいな感じが。めちゃめちゃ熱い。熱いんですよ。めちゃめちゃ熱い。熱い男とあれだもんね。もう純粋な男だもん、ね。そうなんですよ。純粋な男もモテるからね。
まあ、そうですね。どこに純粋があるかっていうのを必死に僕も奥の奥にこういろんな引き出しをね出して、そう、そんな感じ。みんなコメント見てる？見てるよ。はい。レビューのダンス大変ですか？あ、レビューのダンスね。これはもう見ていただきたいものだよ、本当に。絶対、ね、そうですね、見ていただきたいですね。絶対にこれはね、後悔し、後悔じゃねえな損はさせないものになってるんで。そうだね、はい。あとあれですって、色ってあるのって。あ、メンバーカラーみたいな。色っていうのが、ファルチェ自身の、チームカラーは、黄色で、まあ、その一人一人あるんですか？ペレットライトの色。あ、はい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 、が俺たち黄色なんだけど、うん、そのそれぞれのはないんじゃないですか。もう今決めちゃいましょう、そんなのなかったら。いや絶対ダメでしょ。絶対ダメだけど。勝手に。なんか髪の色とか。いやって思ったんだけど、ナノちゃんがさ、あ、そうか、2種類あるからさ。え、まさかの2色ある。こう、いや、どうなの？レビューの時のじゃないですか、それ。レビューの髪色ですかね。うん、まあちょっと。今度ちゃんと正式発表します。そのほうがいいね。正式発表します。まあ、でもこれです、多分皆さん気になってるもんね、うん、はい、メンバーカラーは。個人個人、あ、もう、岸君、ダンス大丈夫ですか？うん、大丈夫じゃありません。やっぱり凌介もすごいですね。あ、稽古の裏話聞きたいって。はい、うん、裏話聞きますか？どう？もうさ、稽古始まって今、3週間ぐらい1ヶ月近くね。どうですか？まあいろいろやってるじゃないですか、今回、うん、そうですね。なんか、まあ、大変なことはもちろんあると思うが、うん、なんかどう、5人揃うのもさ、まあ、お仕事が皆さんあって。そうですね、なかな か揃うこともなかったからさ、うん、こうやって今改めて5人にこう喋ってるけど、はいはい、うん、いやでも本当に一人一人に助けられて稽古やってるなって感じがめっちゃしますね。確かにね、メンバーの強みを生かして。そうですね、前に進んでる感じはある、ね、お芝居はまたそのお芝居の先輩方いろいろ教えてくださいますし、うん、まあ、ダンスだったらノブさんとか、うん、歌だったらもう陽介くんとか。そうだよね、本当になんか頼れる、教えてくれる人がいるっていいよね。いや、はい、確かにそれは ね、ありがたいことで。その中でね、ナノちゃんはナノちゃん以外の人が稽古やってる時、うん、ずっと裏でダンスやってんのよ。やってますね。やってるね。本当にもう追いつかないといけないんで、ね、もう昨日の記憶ないですもんね。なんか毎日を、ね、でもなんか久しぶりになんかこの感じが分かる。なんか生きてんなって感じが分かる、ね、分かる。もう青山オペレッタに生かされてるっすよ。いやだからね、いいじゃん、いいじゃん、見てもらいたいっすよ。いや、これは見てもらいたいっすよね。ねえ、こんなに。だから奈々ちゃんが渋谷に来てほしいよね。だから渋谷に待ってます。渋谷で待ってますよね。おもれ、カイトどう、カイトどう。え、でもそうですね、うん、なんかシンプルに仲いいじゃないですか。そうね、ファルチェのメンバー。そうだね、こうね、うん、夜とかこう LINE とかで明日こうしようとか、うん、こうこうしていきたいっていう話ができてるから、うん、チーム的にもこう雰囲気的にもこうなんかすごいいい状態なのかなっていうのは思ってて、 ね、うん、それまんまこうやってね、5月4日から本番始まるんで、なんか劇場に持っていけたらいいなっていうのは思いますね。ノブ君、前回の稽古もね、参加されてるじゃないですか、青山オペレッタの。どうですか、今回の雰囲気と前回の違いみたいな。前回がそれこ その2幕出てなかったから、うん、だからその稽古日数もそんななかったから、うん、いつの間にかできてるっていう感じだった。だから参加してなかったから、そういうことか、稽古をしてるのを知らなくて、あ、はいはいはい、久しぶりに行ったらなんか出来上がって、いつやったのみたいな、うん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 、それも本当にすごい、あの役者がこうなんだろうな、一緒にこう作り上げてるものだったから、はいはいはい、うん、いやこれをまあ、今回ね、俺たちもそれをやらなくちゃいけないから、うん、まあ、切磋琢磨してみんなでこう、ね、チームワークでこうやっていかなくちゃいけないから、うんうん、でも大変だからこそ俺はやりがいがあると思ってるから。そうですね、確かにこれは大変だけど頑張ろうっていう気持ちで、本当にこれは、そうだね、うん、絶対終わった後寂しくなりますもん。なりますね、それは分かるわ。だって毎日こんだけさ一緒にいるんですよ。そう、確かに、マジで寂しくなると思う。多分千秋楽終わった3日以内に全員うちに集合してると思う。間違いない。でレビュー踊ってると思うわ。確かに、それいいね、絶対やってる。でプロデューサーさんたちだけに送るわ。そういうのができたらいいよね。あ、そういうのあると思いますわ。まあ、ノーバ、ピエナ、まあ、あとメッツァチームありますが、うん、まあ、ファルチェらしいそういうチームワークもね、うん、そうですね、見せていただけたら、はい、いけたらいいと思うしね。はい、そうですね、はい、それではちょっと前に戻りますけど、相関図について次回。大丈夫。結構深まりましたか。ね、脱線しました、はい。すごい今脱線してたけど、はい、まあ、脱線って言ってもまあね、このコメント拾いながら、そうですね、
まあ詳細なストーリーについては、ぜひ足を運んでみてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、以上サルチェちょい出しトークコーナーでした、CM の後はスペシャルな企画をお届けいたします。 お楽しみに、はい、炎の呼吸魂だわねなおに赤い革ネット散らすように目指し続ける苦手な星のない空だけ広がる夜闇の色が僕の弱い心捉えるよ一途に生きた過去さえ信じられなくても忘れないさ決して負けない消せない痛み勝手にし I don't need no my soul 青いサファイアいてつかせてたとえ未来で二人の世界立ち分かれたとしてそれでも決意貫く I'll never let go 外す想いにもこだしてえー、今日はせっかくの生配信ということで、スペシャルな企画を持ってきました、はい、はい、何を持ってきたかっていうと回答お願いします。はい、ファルチェの世界ちょっとだけ感じてほしい初公開ファルチェ編生アフレコはい、生でお芝居をやっちゃいましょうのコーナーでございます。今日のためだけの限定生アフレコスペシャルとして特別な台本こちらですね、ご用意していただきました、はい、こちら今から全員でお届けします。みんな準備はできたかな。完璧です完璧です。大丈夫大丈夫です、それぞれ自分のキャラを演じるんですが、これ残念なお知らせが、はい、何ですか。何、僕の演じる正留さんいないんですよ。なんで？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 いないんですよ。俺もわからない。僕もわからない。なんで？いないんですよ。いないとこなんだ。いないんで、今回のアフレコ台本にはいないんで、はい、僕はその他全部すべてのモブを担当いたします。うわ、これは面白いぞ。これは面白くなるぞ。毎回違うのやってくれるんだろうな。楽しみだな。楽しみだな。当たり前じゃん。モブ君のモブ。What？ ね？モブ君のモブ。今のあれだよ、それ悪口だよ。すいません。本当にすいません。すいません。でも多分俺これ見た時誰か言うのかなと思ったら返すだった。すいません。大好きなんで。いや、まあ、準備ができたという。うちの正留さんは無料では見せられませんからね。そうですね。確かに確かに。それはもう聞いていただいた。確かに。渋谷にね。目が。渋谷に来ないと、うちの正留さんは見れませんから。目が怖いのよ。もちろんないっす。トップスターですもんね。トップスターじゃない。そうだ。お願いします。大丈夫、準備できた。はい大丈夫、みんな、はい、おのおのちょっと心落ち着かせてやろうやろうよし大丈夫、はい、やろうな。はい、でそれでは楽しみください。生アフレコスタート。わーっさみんなお疲れ様。なおさん、きよさん、お疲れ様っす。舞台無事に終わってよかったっすね。評判もかなりいいみたいですよ。当たり前だろ。ほら見てください、演劇ニュースでも大きく取り扱われてます。ナオさんのアクションめっちゃ絶賛されてましたよ。もすげえな、ナオ。お前たちの受け方がうまいからだよ。いつも俺の動きに合わせてくるんだろ。おかげで思いっきりやれてんだ。本当っすか。ナオさんにそう言ってもらえて嬉しいっす。ナオさん、また今度一緒に練習してください。ああ、俺でよければいつでもいいよ。あざーす。マトリさん、これ見てください。この前の舞台 SNS でスズめっちゃ可愛いって言われてて、スズちゃんマジ天使、序盤の歌とダンスは鳥肌もの、マトリ君も評判いいけど私的にはイマイチなんだよな。あ、ごめんなさい、マトリさんの寝がついまで読んじゃったって。
なんかいつもマトリさんがヒロイン役やってるのに不満ある人もいるみたいですよ。知らねえよ。文句があるなら上に言え。俺は言われた仕事をやってるだけだ。おいすず、あんま優に絡むなよ。お前ってマジで嫉妬深いよな。だってすずの方が可愛いのに。次こそ絶対すずがヒロインやりたいの。次か。今度は一体何やるんだろうな。どんな演目だろうが関係ねえよ。また俺たちですっげー舞台見せてやろうぜな。え、あ、そうだな。うん、なお、この前からちょっとおかしくないか。いまいち元気がないっつーか。もしかして俺たち二人が次期トップスター候補って言われたのを気にしてんじゃねえのか。あ、俺とお前は同期で仲もいい。でもトップになれんのは一人だろ。いつかは争わねえとなんねえってことだもんな。キヨナオはすげえマルタだし、何よりみんなに好かれてる。ぶっちゃけ俺次のトップはお前がふさわしいって思ってんだけどよ。そんなことない。俺なんかよりキヨの方が絶対トップにふさわしい。あ、ほら俺は全然さ、ファルチェのトップなんかになれるようなやつじゃないんだよ。なお、やっぱりお前おかしいぜ。どうしたんだよ。いや、今夜限定の生アフレコいかがだったでしょうか。皆さんどうでした。緊張した。いや、緊張しましたね。緊張した。緊張するよね、これ。もう一気に手汗がもうブワーなりました、ね。生アフレコってだってなかなかやれる機会ない。いや、贅沢なシチュエーションですよね。すごいよね。っていうのをコメント見ながらさ、聞いてたらさ、はい、モブ多くない。俺も思ったよ、モブ多いなって、うん、すごい。俺モブしかおらんってコメントしちゃった。いやでもさあ、こういうキャラクター像今さ、うん、これ初めてこういうなんかなんだろう、キャラクターでこう、そうね、多分利用してるわけでしょ。確かに、確かに、確かに。お客さん、お客さんじゃねえ、なんだ、あのこれお客さん、視聴者の方ね、その方も皆さんがこう分かるわけじゃん、こうキャラクターのこういう感じっていうのが、はいはいはい、なんかすごいあれだよ、すず可愛いとか来てたよ。いや、すず可愛い。本当ですか。可愛いね。もう噛みついてますからね。すずちゃんマジ天使がすごいよ。マウントっていっぱい書いてあった。マウント代名詞ですからね。代名詞だね。確かに。すずマウントすごいね。いや、マウント取りまくってますよね。取りまくってますね。オーバーねやってますからね。もう確かに。はい、そして今回持ってきたスペシャル企画は生アフレコだけではございません。もう一個、今夜初公開のスペシャルなやつ持ってきちゃいました。なんと、何を持ってきたかっていうと、ズバリ FTG。 あれ FTG、 はい、FTG、 なんか違う。合ってます、合ってます。じゃあ、ヨスケ面白く間違え。いや、だから俺、やべ、俺これさっき飛ばしてるよね。FTG、 二子玉川。すごいね。そんな瞬時でいく。よし、すごいですね。早っ。よし、玉川。よし。はい、今夜初公開のスペシャル。うわ、読んでなかった。スペシャル FTG とは、はい、ファルチェチーム楽曲初公開です。イエーイ。いや、知らなかったのこれ。いや。まあね、今日ね、焦った。マジで焦ってた。今日初公開できるように、はい、レコーディングまで頑張ってきました、はい。僕らもさ、こう聞いたことないじゃん。初なんだよ。本当に初よ、これ。本当に聞いたことない。これ今初めて。すごい楽しみなんですよ、だから。楽しみに、多分皆さんもしてると思いますけど、俺たちもね、はい、楽しみに聞きたいと思います。はい、楽曲タイトルの発表を、じゃあ、ゆう、お願いします。はい、はい、ファルチェチーム楽曲、タイトルはこちら。Future is in my hands、うん、です。未来は、ね、英語でね、すごい、未来は僕らの手の中でございますね。かっこいい。いいね。はい、では、はい、早速楽曲の方を聴いていただきましょう。うん、全員で、はい、曲正解。曲正解。ね。うん、曲紹介知らないの。曲正解知らないの。知らないの。知ってるよ。いきますよ。届きますからね、皆さんに。はい、いくよ。
せーの。フューチャーイズマイハンズ。もう一回やりましょう。もう一回。すみません。ちょっと待って、これ一気に言うんじゃないの？だからね、そうこれさ、文節が5個あるじゃん。はい、5個、はい、5個でやってこ。そうですね。じゃあここからいこう。おお、こうこう最後ね。行くよ。はい、行くよ。せーの。フューチャーイズインマイハンズ。かっこいいね。鳥肌立ちましたね。サルチェっぽいね、なんか男らしさがなんか伝わる感じですけど、ね、すごいよ、ダンス激しそうとかすごい、ね、いや、あそこに自分のパートがなったっていうの初めてここでしたじゃないですか。そうですね、確かに。とりあえずみんな全部1曲まるっと歌って、うん、っていう感じですもんね。これいいですね。いや、これはね、本当にこれかっこいい楽曲なので、うん、本当に楽しみにしていただきたい。この本当に舞台来てね、これをどう俺たちがパフォーマンスをするかっていうのがね、はい、まあ、プレッシャーでもあるか、はい、そうなんだよな、プレッシャーでもあるか、はい、それがお仕事だ。そうですね、おそうですよ。だって絶対かっこいい踊りのヤーツじゃん。ヤーツだって振り付けかっこいいじゃん。かっこいいよ。かっこいい振り付け、そうかっこいいんですよ。俺マジです、ずっとノブ君と被ってるかもしれない。やめろやめろ、みんな顔出せ顔。はい、あ、コメントか、コメントを皆さんかっけー、超えてない、かっけーばっかよ。かっけーや、すごいありがたいよね。かっけーよね。でもさ、やっぱこう聞くとさ、それこそさ、はい、今までの青オペの歌とはこう、うん、すごく違うじゃない、ね、違う感じだとは思うからね。それこそ、ベネラがこれをどういう風にやるのかっていうところって、確かに想像つかない、うん、どうやってやるんだろうっていう、ね、そうだね、もうつかないよね。ヒールを履いて、だからこれをね、どう、まあ、難しいところではありますが、まあ、そこもでも見どころになってきそうですよね。見どころでしかないよね、多分ね。エネルギー、みんな気になったの、ベネラはこれをどうやって踊るんだろう、すごいね、コメントが来てて。ナノちゃんどう、ナノちゃん。いやー、そうですね、うん、もう前に進むしかない。もう綺麗に見せるために前に進むしかない、ね、我らはもう止まれないんだから、本番までね、1分1秒できることをやるのみですよね。みんなでだからこうチームワークでこう頑張っていこうよ。はい、そうですね、本当に。いや、本当に今日ももうここ来る直前の直前まで5人で踊ってたじゃない。やってましたね、本当にね、プレッシャーがね、すごいよね、すごいよね、すごいですね。これは別に誰からあのプレッシャーがあるわけじゃなくて、うん、はい、自分たちがこうやって素敵な楽曲をいただいて、うん、こう青山オペレーターの中で頑張るという中での、うん、ちょっといいもん出してえなっていう、うん、そうですね。でもきっと絶対大丈夫、お、絶対に大丈夫、だってかっこいいもん。いや、かっこいい、間違いない。だから本当にみんな自信持ってやろう。そうですね、そうだね。自信なくなったら俺に相談して。かっけー、かっこいいな、俺かっけー、かっこいい、かっかっこいい。で、なんでスタッフさんそんな笑ってるんですか。そうなの、もうスタッフさん笑うんだよね。かっけえ。そう、相談して、はい、頼りないかもしれないけど、そこはね、リーダーだから俺ついていきます。はい、ついていかせてください。一緒ついていきます。はい、ということで、まあ、これあれだね、レコーディングについて、はい、いろいろと。レコーディングね、最初に聞いた時の印象とかもさ、
えこれどう歌えばいいか分かんない。いや思いました。だった。本当ですし、ダンス絶対激しいとか。そこなんだよね。思いましためっちゃ。もうね。ダンスダンスダンス。ダンスと言ってましたもん。これダンスダンスダンスのやつやん。ダンスダンスダンスやつは大体ダンスかっこいいやつなんよ。言ってた。もうやばいのよそれと思いながら。それもさ、青山オペレッタで披露ができるからこれもね、まあ課題として。まあ皆さん頑張っていきましょう。はい、そうですね。え、どうだったの？でもレコーディングは僕一番最初だったじゃない。そうですね、そうですね。いや、陽介くんの声めっちゃ心強かった。そうなのよ、裏でちょっと流せて。そうなのよ、それでレコーディングもできたんで、どう歌えばいいかをもう提示してくれてたから。一応ね、その音楽の方から来てるから、ここにそこは頑張んなきゃと思って、その作曲家さんと一緒にこうやって歌っといたら、その仮歌じゃなくてね、俺の歌聞いて真似したらやりやすいですかねって言いながらレコーディングはしたんだけど、うん、その後どうだったかさ、うん、俺稽古行っちゃったか分からなかったから、うん、でもね、助けられましたよね。本当やりやすすぎました。あのこうレコーディングする時って、今ご覧になってる方々は分からないと思うんですけど、うん、自分で音声とか調節できるんですよ、うん、クイックオンとか ね、うん、で、仮歌ってのがあって、陽介くんの声が出る、あのところがあるんですよ。もうそこ僕全開で全然全開は多分終わるよ。全開嘘ですけど、こうね、いつでもこう陽介くんの声聞こえるような状態にね、頼りになりましたよ。ありがとうございます。とてもね、楽しいレコーディングだったね。じゃあね、いや楽しかったですよ。優雅はレコーディングのシチュエーションとか、シチュエーションシチュエーションやったことあった経験とか。ああ、いや初めてでした。そうなんだ。初めてじゃないですか。いや、まあまあ、みんな結構割とやってる、うん、初めてでしょ。だよね。あ、そうだったんだ。そうなんだ。どうだった？だからなんかまずこのヘッドホン、あ、そっかそっか、がなんか片耳がいいとかも知らずにこうやって、もう音もなんかその何かしらとりあえず上げてみたいな感じで、でさっき言ってみたいに陽介くんの音だけを、うん、あ、ここかと思ってこうやって陽介くんだけあと全部下げて歌ってました。あのね、実は俺優雅のレコーディングしてるとこ見てたんよ。え、めっちゃ怖い。え、そう、実は今日一の A だったの今。稽古終わってのぶくんも、あ、そっかそっか、レコーディングスタジオに行くと、俺また俺はアッシーだから、俺やめて。車、別に俺アッシーにしてないから。車送って、そしたら優雅ちょうどレコーディングやってて、俺はね、こうやって見てた、こうやって。えぇ、恥ずかしい。そうなんですよね、見えるあのカメラがモニターみたいなのありますもんね。素敵でしたよ、とっても。本当ですか。とっても素敵でした。あの、初めてとは思えなかった。本当ですか。堂々としてて素敵だなと思いましたよ。いいね、いい反応がいいね、なんかね。素敵でした。はい、それで、今日は、まあ、今回ね、一部だけお聞きしていただきましたが、まあ、舞台に見に来ていただければ、まあ、これがね、全部見れて、なおかつ踊ってる姿も見られるということで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、さあ、ここまでは青山オペレッタ新作舞台サルチェインベルソ逆さの三日月について見に来てねの気持ちであれこれ紹介してきましたが、はい、ここでさらにお見せしたいものがございます。お、何を見てもらうかというと、それは AGS。 AGS なのちゃん、面白く間違えると、はい、やばい、AGS、AGS か、AGS、あー、ギリセーフ。おー、すごいすごいすごいわ。みんなすごいね。確かにそれが、それ自体がそうだもんね、今ね。確かに。あー、ギリセーフ。まあちょっと違うんだけどね。まあそう、はい、AGS、それは青山オペレッタ現場写真。ちょっとじゃないね、全然違うね。全然違う、ね、ちょっと違うよ。はい、今回今日のために、まあ、このメンバーがね、うん、稽古中の写真、レコーディングの写真など持ってきてくれておりますので、はい、ここで順番に見ていこうと思います。はい、かわいい。はい、なのちゃんじゃん、これ。これ撮ったの誰ですかね。これね、私が撮った。あ、陽介君が撮りました。なんかこれ何中なの。だいぶ分かってきたんだけど、今回の放送でも分かったと思うんだけど、なの、うん、ちゃんおもろいんよ。おもろいね、人生うちプレッシュは。なのちゃんおもろくて。まだ未熟者っす。いや、もうそのさ、ちっちゃい巣をつけてる人、久しぶりに。確かにね。確かに。しかもその、
すがさ、ちょっとあ入ってんじゃん。いやギュルさ上の確かに。で、奈々ちゃんが、そのギリギリの奈々ちゃんがあれ、マッサージの、はい、ね、マッサージが、そう、はい、あれでドゥ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 ってやるやつなんだけど、はいはいはい、まあ、それをたまたま俺にこう見せてくれた時の写真なんだけど、はいはい、なんか可愛いなと思って写真撮っちゃって、はいはい、それをそのまま今回使ってるっていう、うん、なんか弟キャラだよね、なんかやっぱりそうですよね、一個差とは思えないですよ。確かに陽介が大人っぽくて、奈々ちゃんがやっぱ童顔だから、うん、余計にこう、なんだろう、可愛いよね、可愛い、一歩可愛いなと思って、可愛い。カイトあれたまに勝手に使ってるよね。うん、結構毎日使ってる。今日も優雅に持たせてこうやってずっと、ちょっとね、やってて やりやっこしてたもんね。やりやっこしてた。なんか油ぎっしゅになってる。ファミチキとか食ったでね、席やめてもらえねえ。苦情じゃん、苦情。すごいね、苦情言われちゃったね。いやでもね、そういうちょっとほのぼのした、はい、いやいいね、そういう写真がございます。はい、続いて、これは陽介か、陽介じゃない、ギンギン。これいつの、これね、撮ったの僕なんですけど、いつだっけな、でもギンギンよ、5日前とかなんですけど、縦中、そう、縦稽古で、もう本当朝から晩までこう縦とかダンスの振りとかをやった後の陽介くん、もう瞳孔開いちゃってる、もうね、焦点合ってないんですよ、カメラに。これなんかね、面白いなと思って、なんか人間のね、なんか汚いじゃないですけど、こう綺麗じゃない部分ってね。そうだね。ナノちゃんとは正反対。正反対の写真。1年生まれるの違うとこうなると思う。かっこいいっすよ。なんかかっこいいね。これでもだって髪かき上げてかっこいいでしょ。なんかね、本当にだから後ろちょっと見えてる、あの縦のさ、うん、あるじゃないですか、いろいろね。はいはいはい、はい。いろいろ縦勉強させてもらうじゃないですか。はいはい、やったことがないから、うん、こうさ、プレッシャーとかもすごくて、多分ずっとこういう目で稽古してんだと思う俺。でもそんなことない、大丈夫、大丈夫。本当？うん、なんかおどっすみたいになってない？なってないと思うよ。俺はそう思うけど。割とね。毎回ちょっと。でも大変な現場だけど、まあこうやってね、うんうん、ここでだからリラックスできればいいわけじゃん。そうですね。そうですね。うん、そう話し合って、はい、みんなで。そんな感じですかね。はい、続いて、はい。またナノちゃん、人気じゃん、ナノちゃん。これ、それ誰、これ僕ですね。あ、これユウ、はい、これは、あの稽古場の席、僕ユウさん隣なんですけど、うん、あのなんかパッて横見たらゆで卵を普通に一人でゆで卵デコで割ってるユウさんがいて、うん、面白すぎて撮っちゃいました、これ。だからちょっと変だよね。いや、そう変なんですよ。変だよね。いい意味でね、本当に。いやでも、うん、なんかこんなのを面白くしてくれる人がいないと俺本当に変になっちゃうから。だから本当に陽介くんとかが引き立ててくれるから俺幸せっすよ。本当、はい、一緒に暮らそう。いや、まあ、ちょっと、はい、よかったまとめときますわ。ありがとう。でも、はい、ゆで卵を頭で割る人俺初めて見たかも。いや、ぜひのぶくんも。俺も、はい、もう俺、はい、何を勧めてるんですか。ごめん、俺机派だわ。あ、それはそうですよね、みんな。のぶくんも狂気じみたところいっぱいありますからね。あるよね。はい、そう、そうなんですよ、はい、じゃあ俺は分かってるから大丈夫。はい、あ、違うか、違うか、あ、やべえ、俺ら噛み合わねえ。のぶくん、すいません。俺もタイ、多分タイ。だ、俺も変だから、ナノちゃんも変じゃん。はい。でも合うとは思うよ。そうですよね。うん、笑いすぎだよ。はい。次行きますか。あれでは変な人に囲まれてっからね、ここ。変な人に。おそらく僕らアウトですからね、本当に。はい、続いての写真はこちら。かわいい。優雅ですね。誰これ。これ宮崎が撮影しました。いや、俺はあのね、優雅毎日この…あ、でもこれ毎日食ってるよね。本当に今日も食べてたもんね。毎日食ってますね、これ。おにぎりを毎日食らってて飽きない。うまい。いや、飽きないんですよ。そうなんですよ、これこのスパムのおにぎり2種類あるんですけど、うん、あ、2種類あるの。はい、このもう1種類またなんか照り焼きの方の味があって、うん、それを日替わりでいつも食ってます。え、でもオレンジの方が結構頻度低くない？青くなんかめちゃめちゃ見てる。いや、めちゃめちゃ見てるわ。オレンジ多分人気でなくなっちゃってるんですよ。ないから買えないから、買えないからあの青買って。あ、本当はじゃあオレンジが食べたいんだ。そうなんですよ。俺100個ぐらいあげるね。本当ですか。おぐるおぐる、うん、いやもうで、ユウさんも勧めて、ユウさんも食ってくれましたもんね。いや、そう、く美味しかった。でもどう、美味しかった。美味しかったですよ、あれ、うん、でもなんかやっぱりなんかその、はい、人なんかそのやっぱマスク取ってる
るシチュエーションって見れないじゃないですか、ね、このご時世、うん、だから本当横目で飛沫感染しちゃうから喋れないけど、うん、そのマスク外してだからなんかいいですよね、こうやってマスクをさ外して、なんか新鮮ですよね、新鮮なのよ本当に、確かに、確かに、確かに、あれだわ、マスクなし俺ここ2人はあるけど、うん、2人俺初めてかも、初めまして今日もしかして、あ、初めまして、挨拶した方がいいんじゃないですか、初めまして、嘘だ、えさすがにそれはないんだ、それは嘘だね、嘘だよね、びっくりしちゃった、これはまあナイスナイス、マスクだからさ基本がね、なんかすごい新鮮な一面を見れてね、口元ってなんか見れるのレアな時代になっちゃったじゃないですか、でさ、これちょっとお芝居の話になりますけど、はい、言うたらお芝居の時相手の顔見れてできてないじゃん、変な話、そうなんですよ、ここまでじゃない、そうなんですよ、だからさどんな表情で今喋ってんだろうとかさ、うん、って気になんない、気になります、なります、見えないもんね、ここまで、ここまでだから、いつか早くやね撮って、うん、通して、ね、そんな ね現実が来ればいいけど、本当にいうふうに思いますけど、こっちの芝居も作ってますからね、みんなそうなのよ、うん、どうして思ってたんと違かったでもそれもありますからね、進化につながりますからね、確かに、うん、そうだね、えまだまだ楽しみがいっぱいありますねあ、でも一個そうだ、俺ナノちゃんにさ、はい、そのマスタムの流れだけど、ナノちゃんって大食いなの知ってる、意外と、あ、めっちゃ結構食べてるイメージありますね、ナノちゃんすげえ食うなっていつも思ってる、いやもう食わないと生き残れないですからねこの現場はもう、まあそうね、そうっすよね、だから今日もなんかまずいまずいなんかチョコ食べてましたもん、まずい、まずい、トレーニングの一環とは、あれも稽古なんです、自分他に甘いのダメなの、いや、だいや大好きなんか、ね、大好きですよね、すげーのが特殊なね、特殊なやつが商品名出しちゃうとあれなんでそうだね、そこは偉いね、でも机にお菓子6個ぐらい置いてあるもんね、いや、確かに、うんね、置いてますもんね、うん、おーいや、で、あ、そうなんですよ、ゆうさんのその多分偏食なんですよね、ゆうさん偏食、いや、俺の話もよくない帰っちゃう、なんかこれだけ入れて写真終わりでしたっけ、それまたありますよ、ありますよね、うん、あ、そうですね、ね、はい、次、せっかくなんで、はい、はい、あ、いい写真、あ、この写真俺ですね、これはまあファルチェなんだよ、俺らはね、男らしさを売りにしてるんだからね、だから筋トレしようって、まあ、筋トレもまあ腕立てとか腹筋とかいろいろあるけど、はい、まあ動いて疲れてるだろうから、まあじゃあ体幹だけでもと思って、こう本来はこう体幹ってこう何、うん、何なんていうの、平行でね、平行にこうなるだけですけど、これはちょっとまあ手を上げて、うん、ちょっと辛い時に写真撮ってもらったんですけど、うんうん、はい、やっぱこういう体感って何でも大事だと思う、うん、まあそうですね、ダンスももちろんそうだし、うんうん、なんかなんだろうな、だってさ、例えばさ、街中にぶつかられてそう例えが…例えが…数パーセントの話をしてるんですよ ね嫌じゃん、受けるたりすんの、確かにね、だからそれで体感鍛えてた方が、ナナちゃんとかさ、はいはい、来とんじゃんよ今日初めてるから困ったらナナちゃんに振りたいみたいなちょっとはい、肩で風切って歩きますわ、でも歩きますわ、歩きますやべえ、何が正解だったんだろう、あのね、うん、危ない、全部正解、はい、そうですね、でも、本当に、じゃあでもファルチェは本当にその体を鍛えるとかさ、うん、ね、あの男らしくいるとかさ、うん、なんかそういうところだったり、でも言うたら、ナノちゃんの役で剛健、はい、鈴口はさ、うん、やっぱこう女の子のところでいるというかさ、そうです、なんかそこをこう僕らもテーマにやってるじゃない、うんうん、そうだね、そういう意味ではその筋トレを一緒にするとか、うんうん、そういうのはいい時間ですよね、だからこれありがたいもん、5人でこうねちゃんとやってくれるの、俺のわがままに付き合ってくれてるから、すごいありがたい、ノブ君がでもね稽古終わりにみんなやりたいってこう言ってくれてから、せめてなんかしたいなと思って、まあ、毎日はできなかったけど、うん、できる時にね、そうですね、やって、まあ、ちゃんとやってんの、毎日やってますよ、風呂上がり絶対嘘でしょ、これね、マジなんですよ、僕ストレッチするようにして最近、俺はストレッチしてるけど、体幹体幹もちょっとやるようにしてるんですよ、えらいじゃん、なんか僕、あのノブ君の姿勢がいいじゃないですか、わかる、これ話したんですよ、確かに、そう、陽介君と話しててめっちゃ姿勢いいんですよ、なんかこう、本当にもうなんかそうなんだね、確かに、何っていうぐらい、多分これで体幹がいいからもうまっすぐなんですよね、うわ、もう今からやろう、そう、これ憧れて僕もちょっとやり始めました、で、俺憧れてんの、そう、やっぱり憧れてますよ、嬉しそう、いやでも体幹でも本当にこれはまあダンスやってたからかもしれないけど、うん、結構ね、体幹っていろいろ使えるから、うん、ない、あるに越したことはない、絶対、そう、絶対的に、ね、あの、あなたのダンスを見てると説得力しかありません、確かに、間違いない、びっくりするよね、いやもうダンスも楽しいよ、でも楽しいよ楽しいよ楽しいよ楽しいんだはい、このリレーははい、ということで現場での写真を、はい、でしたけど、まあ、はい、ね、うん、
僕らは5月4日からの本番、うん、4日だから1週間後ですよ。はい、はい、こんなワイワイしてて、まあ、ちなみに明日衣装付き投資ですか。そうですね、そうですね、うん、どまあいいや、リアルに言ったらいいんじゃない、はい、それは面白いから、ね、うん、まあ、初めて通すじゃない、はいはい、そうだね、うん、初めて通します、うん、で初めて通すし、なんならね、あの昨日初めて着いたところもあったりするじゃない、そう、ね、まあ、そうですね、まあ、でもその分他のシーンのクオリティをどんどん高くしていったので、ダンスだったりとか縦だねとか、そこまでやっぱ注目してほしいですよね。だから言うたら今夜が一番緊張してるんだよね、まあ正直ね、しますね、そうだね、今バクバクですよ、バクバクよ、本当にそうですよ。でもそれが貴重だよね、バクバクの5人を見れてるわけだからね。そうですよ、確かにそうだね、緊張してるんだよ。だから明日はもう僕ら4人は全力でのぶくんに頼ります。いやいやいや、俺も頼らせていただきます、うん、本当にのぶくん頼りですから、ね、いやのぶくん頼りですよ、うん、いやいや本当に座長ですから、僕ら座長、座長っす、座長なんだよね、座長っす、座長です、お願いします、頑張ります、はい、はい、お願いしますということで、ぜひ、この頑張りをぜひ渋谷まで見に来てください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、ここからは少しだけ質問コーナー、うん、コメント欄でいただいた皆さんからの質問に答えていきたいと思います、はい、なのでコメント欄にぜひ皆さん質問をお願いします、お願いします、質問します、質問しますかい、いいっすね、そっか、質問、陽介くんは、うん、見れてますかね、また寝られないって、何、どういうこと、俺ずっと寝てないのよ、あの別に寝てない自慢したいわけじゃなくて、うん、寝れないんだ、そう、あの若干の不眠症だから、そう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 、不眠症の方ってすごい大変、ね、あ、岸くんから質問来ます、のぶくんの好きな食べ物は何ですか何言ってんだよ、ツイキャス、ツイキャスなんですかここ好きな食べ物は何ですか、このタイミングで聞きたいか、まあでも質問来てますからね、はい、そうですね、岸洋介さんから、はい、いやそれよりもいっぱいあるやん、これ好きな食べ物、好きな食べ物はラーメンです、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ベネラのお二人、衣装初めて着た時どう感じましたか、だって、あー、そうですね、まあドレス結構なんか面積広くて、これ気をつけて歩かないとなとか、そうだね、劇中で踊る時とか、まあ、芝居、まあ芝居はなんか踊る時とかは結構、うん、特にさ、その龍、あの春役の龍、はい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 、が結構こうスカートを裾をこうやりながら歩いてたりするから、はいはいはい、結構大変らしいから、そうですよね、早く慣れないとダメだなと思って、そうですよね、そうですね、大変だな、男としてね生きてて、そこの可動域を考えたことないところまで気を使わないといけないから、まさかのね、体の一部のように頑張ります、はい、ファルチェメンバーと初めて会った時の第一印象は、第一印象、なんかね、これね、また難しくて、うん、マスクじゃん、そうなんですよね、そうなんだよね、そうなんですよ、すげえ難しかった俺、確かになんか、うんうん、どうぞじゃんけんぽい、譲り合うな、どうぞ、いや僕ほんと全く関係ない話なんで、関係ないのこんなやって本当にいやでもちょっと付随はしますけども、この皆さんで面識ありました、もともと、あーそういうことね、そうそうそう、この舞台の前に面識あった人、こことここは、こうカイトぐらいか、うん、俺は陽介くん、俺、そっか、うん、カイトぐらいか、うん、だからそれ言うと陽介は舞台前に1回撮影し、あの雑誌かなんかのね、そうそうそう、あ、そっか、そう、撮影一応それで初対面だけどね、うん、あ、じゃあ、あるっちゃあったんだね、ポンポンポン、そうです、そうです、ね、一応あった、なんかそのマスクでご挨拶だったじゃない、はい、舞台前だけど、うんうん、で、基本的に本当は俺めっちゃ笑顔で挨拶してるわけ、口をこうやっておはようございますってやるのんだけど、マスクでないとさ、おはようございますって笑顔してるの見えないじゃん、見えないですね、確かに確かに、それがさ、なんかわ怖いと思われてないかなとか、特に優雅とか隣だったんだけど、まあなんか怖いと思われてないかな、今大丈夫かなと思いながらいたの、いや、でもなんか多分陽介くん来た瞬間に俺多分すぐ喋ってましたよね、そう、すぐなんかその時が第一印象なんですけど、あ、なんか絶対優しい人だ、やった印象です、ね、なんか話し方が声が優しくて、本当、はい、よかったな、なんかさ、こう包容力あるじゃん、そう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 、うんうんうん、あ、そうなんだ、うんうんうん、あ、頑張ってねみたいな感じで話してくれるじゃないですかめちゃめちゃモルト、そう、モルトね、確かにモルト、そうだ、でも本当にこんくらいなんか包容力ある話し方をしてくれるから、うん、僕本当大好きです、ありがとうございます、うん、キュンです、だからってアッシー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 言い方だ、少しでも陽介くんと一緒にいる時間を増やしたいなと思ってます、うまいよね、これ絶対真似した方がいいよみんなそうね、でも本当、ノブくんはみんなどうでした、俺でも、まあ確かにマスクだ
だけど、うん、俺基本的にね、まあここにいるメンバー以外でも初対面だと俺基本的に何点呼んでいいか聞くのね。はいはいはい、ああ聞いてましたね。聞いてた、うん、それもなんかいや例えばじゃあ岸くん、森くん、うん、岩崎くん、宮崎くんっていうのも別に簡単なんだけど、うん、なんかそこから改めてまたさ名前なんて呼んでいいって聞くのがめんどくさくて、はいはいはい、逆に、ね、あなんて呼んでいいかなって聞いた方が楽じゃん。お互い多分そこで、まあ、特に今回何、うんうんうん、俺の立ち位置的に座長だからこそ余計になんか聞いてあげた方がいいかなと思って聞いて、でそれでまあ名前聞いてこう特にだからそこは困ったけどね、ゆうゆうだからね、うん、あ困ったけどでもまあ無事に呼び方決まって、うん、でそれでも俺ファルチェのメンバー俺はチームワークいいと思ってるから、うん、すごいみんな優しい、優しいな、うん、この子たち。優しいですね。優しいですよみんな本当にね。今回の舞台一番の注目ポイントは何ですか。一番ってむずいね。これネタバレの注目か。ネタバレギリギリになっちゃう、ね、ちょっとネタバレしない中での、うん、じゃあ一番。なるほど。それ抜いて一番ってことですね。うん、でもさ、って言ったらじゃああれなんじゃない？ポスターのさ、うん、まあ皆さんが気になってるであろう。その話しようか。ああ、シルエットじゃない？だってそれ、まあ、それが一番か分かんないけどそこ気になってる人もいっぱいいるんだよ、うん、まあそうですね。スタッフさんが画面を切り替えてポスター出してくれるはず、うん、だっていきなりぶっこんでここかなと思って今いいと思います、はい、そうですね。結構気になってんだよあのシルエット誰なんだ。確かに確かに。これですよ、うん、これ来た。この5人の中心にいる下の方にいる、うん、これ俺知らなくて、ね、出来上がってから俺も、うん、え俺もですよ。なんかいるぞってなって、うんうん、これは何？これは誰？どうなの？わかんない。これもね、まあ見に来てくれたら詳細がわかるであろうとは思うんですが、うん、はい、そうですね。実際はね、これどう、まあ、誰かではあるわけじゃん。だってこれは、ね、そうですね。本番全然知らん人来たってことですよ。もしかしたら誰なん？誰？スペシャルゲストかもしれないしね。こんなに中心に置きます？こんな中心に。ファルチェが6人の可能性もありますね。そう、確かに実は6人でしたっていう。確かに、うん、いろんな可能性が。あこれじゃでも分かんない、もしかしたらこれ俺の後ろ姿、後ろの影かもしれないしね。確かにね。マジマジマジやだよ。もしかしたら俺先輩方の誰かかもしれない。あ、まあ、それもあるしね。分かんないですよね。確かにね。里目の、うん、でも楽しみに、はい、していただきたいですね。このはい、ポスターはぜひいろいろね、はい、気になることがあると思うので、はい、ぜひ見に来て答え合わせをしていただけたらいいと思います。お願いします。はい、さっきなんかオフ何してますか見てきて。オフある？まあまあ今じゃなくてもまあ、まあ普段で、ね、普段オフ何？普段か。オフ何してますか？オフはなんかアウトドア派ですか皆さん。俺アウトドア、俺家にいたくない。あ、そうなんだ。自転車漕ぐから俺基本。あ、そうですよね。家にいたくない。そう、俺ね半日いたら発狂し、マジで言ってます。カイトは。僕どちらかといったらアウトドアですけど、でも家も好きですね。ちょっと、どっち2人は。ガチガチなインドアです。僕俺もいいですね。ガチガチ。俺もイン、圧倒的に。圧倒的、まあ、でもインが多分多いのかもしれない、もしかしたら。そう、俺多分ね狂ってるから俺は。半日家にいたらダメなんですか。ダメ。あ、なんかチャリこぎたいなってなっちゃう。でもノブ君すごいのがさ、本当に1時間半とかかけてでもさチャリンコで来るじゃないですか、ね、うん、全然来る。どこでも。だって1時間半だよ。いや1時間半ですよ。逆にこう足動かし続けてるんですよ。だって名古屋着きますぜ。名古屋だから行ったことあるの俺。チャリで。チャリチャリ。ちょっと話が変わった。え、待って、どういうこと。1時間半でってことですか。いや違う。やばい、新幹線。新幹線と一緒だからね。1時間、まあ、何時間の10時間。それは31時間31時間。だからちょっとこの人変なんだよ。いや本当にいい意味でバグってますよ。わー、うん、いい意味です。すげーや。でもバグってないと多分ねこの立ち位置無理なの。まあそうだね。なんか納得できるのっていうとなんかまた語弊があるけど、でも俺は狂ってはいる。まあ自覚はあるし別にそれでいいと思ってるから。稽古しながら本当すごいな正富さんと思うよね。本当に思います。だから体力は俺多分みんなよりある。そりゃそうだ。そうですよ。なんかね、そうじっとしてたくない。
でも家の中いるの幸せじゃないですか。幸せもちろん幸せだし、その例えばテレビ見たり、なんか漫画見るなり、なんかゲームするとか好きだよ。めっちゃ好きなんだけど、ソファー座ってて気づいたら8時間経ってたとかないってことですか。いや俺後悔する。なるほど。8時間経っちゃったかって、なんかじゃなんか外行ってなんかできたな。なるほど。マジか。すごいな。俺何もしないっていうことをする日とか作るよ。いや、分かります。それも分かります。本当にぼーっとするだけの日みたいな。なるほどね。はい、ということで、はい、そろそろ、まあ、質問コーナーね、はい、まあ、何個か答えましたね。たくさんありがとうございました。ありがとうございました。すいません。本当にありがたいですよ。でも目通したね、全部ね。はい、はい、うん。ありがとうございます。ありがたいです。はい。はい、ここでもうエンディングになりますか。うん。早いよ。早っ、うん、もうエンディングですよ。はい、早いですね。本当にだってもう1時間半ぐらい経ってるわけですよ。そうだね。そんな経ってんだ。いつの間にかだよね、本当に。あ、はい、あ、では、お送りしてきました青山オペレッタザステージ直前、うん、生配信スペシャル、はい、そろそろエンディングの時間です、はい、楽しんでいただきましたか。どうでしょう。どうですか。あ、もう楽しんでますよ、これは。大丈夫だ、ね、僕らが楽しかったんですもん。なんか楽しんで今あれでしょ、遠足行って帰り道のテンションだよね。そうですね、確かに、うん、名残惜しい感じ。名残惜しいけど、まあ終わっちゃうわけですが、はい、楽しかった、最後にお知らせを改めて、まずは陽介からお願いいたします。はい、まずは舞台情報からお伝えさせていただきます。はい、5月4日から8日まで毎日渋谷で我々待っております。はい、渋谷区文化総合センター桜ホールで上映、青山オペレッタザステージファルチェインベルソ逆さの三日月。しかも今回は日替わりアフタートークと、ご自身のスマートフォンで舞台を撮影できるご褒美撮影タイムを毎公演実施しますって、のでぜひ遊びに来てください。はい、さらにさらに今回の舞台はミクチャでの生配信が決定いたしました。ありがとうございます。5月7日の18時、そして5月8日千秋楽の12時と16時の計3回が、配信対象と、はい、なりますということで、アーカイブ視聴はもちろん配信限定の特典映像等もございますので、ぜひぜひ詳細については青山オペレーターホームページおよびツイッターにてご確認ください。はい。はい、そして今日ちらっと聞いていただいたんですけども、チーム楽曲 Future is in my hands のほか、ファルチェのストーリーを収録したドラマ CD、 そしてファルチェチームソング&ドラマ CD ボリューム1とボリューム2の制作が決定いたしました。イエーイ、これは嬉しいですね。ありがとうございます。本当に、はい、詳細は青山オペレッタホームページおよびツイッターにて公開予定です。お楽しみにしていてください。はい、さらに、チームソング&オムニバスドラマ CD ボリューム1とボリューム2も発売決定しました。イエイ、ウェイ、はい、なんと今から予約がスタートします。こちら、ボリューム1にはノーバチームの新曲、ボリューム2には劇団青山オペレッタの劇団曲が収録されております。はい、さらに楽しそれぞれ楽しいここでしか聞けない撮り下ろしのわちゃわちゃドラマ音源が収録されていますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、続きまして5月14日土曜日22時30分から日テレプラスにて舞台第1弾青山オペレッタザステージノーバステラ新しい星が放送されます。こちらもぜひチェックしてください。はい、はい、そしてそして第2弾の舞台青山オペレッタザステージルーナピエナ満ちる月が、4月28日から順次先行配信が始まります。はい、多くの配信チャンネルでも青山オペレッタが楽しめるチャンスです。ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大事なお知らせをありがとうございました。うん、では最後に改めて舞台への意気込みを一言ずつお届けしてお別れしましょう。まずは北岡直澄役陽介。はい、北岡直澄演じさせていただきます岸陽介です。まあ、本当我々のこうちょっともう5人のチーム力というか見ていただけたと思いますけども、まあ全力で頑張っていきますので、どうぞ応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。八田清彦役の海人。はい、八田清彦を演じます堀海人です。本日はご視聴いただきありがとうございました。今までのこう青山オペレッタとはちょっと違うあのファルチェらしいあの公演を皆様にお届けできると思いますので、5月4日から8日渋谷で皆様のことをお待ちしております。ありがとうございました。マトリ優役の優。はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。マトリ優役の岩崎優雅です。そうですね、もう
あと本番までちょっとしかないんですけども、あのファルチェのチーム皆さんと、まあ、他のあのメイちゃんとかタイスさんたちとか皆さんで、あのもっともっといい舞台になるようにこれから頑張っていきますので、皆さんぜひ渋谷でお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。鈴口豪健役のナノちゃん、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。そうですね、稽古後とかもなかなかご飯とかも行くのも難しいご時世の中ね、こうしてなんか稽古場を飛び出てあのファルチェの、ね、5人で話せたのがすごい楽しかったんですけど、うん、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。うん、僕ら、ね、命を燃やして日々稽古頑張っておりますのでもうここからはもう火事場のね、はい、命を燃やしてるのはナノちゃん、あ、みんな燃やしてる、俺燃やしてるよ、燃やしてるよ、これやばいよ、はい、大丈夫、はい、燃やして多分、はい、ノブ君は多分すごい、ね、あの違う感じの燃やし方って、ノブ君が一番体力爆発からね、あの、うん、数こなしてるの一番ノブ君、はいはい、ニュアンスが違ったんですけど、はい、ここ僕らあの一生懸命最後まで、はい、あの稽古手を抜かず頑張りますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。はい、そしたら最後に、はい、うちのリーダーノブ君、はいはい、はい、まさとめ総一郎役の福地信樹です。そうですね、こんぐらいの個性があるみんなが集まったファルチェなので、まあノーバーピエナに負けない力強いチームで、今回引っ張っていって第1弾第2弾に負けない、舞台にしていきたいと思いますので、ぜひ渋谷の方遊びに来ていただけたら嬉しいですね。お、はい、はい、ではまた会いましょう。じゃねー。終わるの？終わるの？いいの？本当に終わるの？終わりだよね。そんな感じです。はい、バイバーイ。劇場でお待ちしてます。